皆さんこんにちは。10月27日火曜日、時刻は正午を回りました。 FM ルマ情報局のお時間です。この番組は毎週月曜日から金曜日、お昼12時から12時55分まで、 FM うるま周波数 FM86.8MHz にて、うるま市石川赤崎スタジオから生放送でお送りいたします。本日の担当は局長の伊波香織です。この番組は皆さんの地域にある身近な情報を発信する地域密着型ラジオ番組です。うるま市内はもちろん、金町、宜野座村、恩納村などを中心に幅広い情報、お天気、消防、警察、うるま市役所のコーナーやイベント情報などお届けいたします。番組では皆様からのメッセージもお待ちしております。メッセージにラジオネームを添えて、メールかファクシミリでお送りください。メールアドレスは 868@fm-uruma.com、 ファクシミリは098-965-4868、 件名に FM うるま情報局と書いてお送りください。採用された方の中から抽選で番組ステッカーなどをお送りいたします。またインターネットにて FM うるまのスタッフブログも更新中です。動画も配信しておりますので、ぜひご覧ください。それでは FM うるま情報局スタートです。毎週火曜日はこのコーナー、毎週火曜日はうるま市消防本部ファイヤーファイターズメッセージのコーナーです。本日は3名の方がスタジオに来てくださっております。まずは自己紹介お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。うるま市消防本部総務課の福地と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こんにちは。うるま市消防本部予防課の玉城と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こんにちは、うるま市消防本部予防課名護と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は3名の皆さんに入っていただいたわけなんですけれども、今たくさん課の名前が出てまいりました。まずは予防課、そして、総務課、総務課というのはどういったお仕事をされているところなのか、少しご紹介いただいていいですか。はい、総務課はですね、消防の組織全体を見ております。予算面、あるいは、組織に関わること、はい、全てを見ております。はい、全てすごいですねそして予防課というのはどういったお仕事をされているかなんでしょうか。はい、予防課のお仕事はですね、住宅以外の、建物にですね、消防設備を設置させたりですね、はい、火災が起きたら調査を行ったり、危険物の施設をですね、取り締まったり、はい、いろいろ危険物、また建物ですね、そういったの、消防設備の設置等を指導しています。なるほど、本当に必要ですね。そうですね、まずは未然に防ぐこと、予防からということですね。はい、はい、どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速なんですけれども、福地さんの方からですね、はい、消防の、こういう、なんて言えばいいのかな、件数、はい、はい、災害件数ですね。災害件数、はい、こちらお願いいたします。はい、毎月ですね、月初めの方に、災害の統計を報告しているんですが、はい、今回、10月は初めてということで、9月分のですね、災害件数を報告させていただきます。はい、まず9月の救急の出動件数が523件、はい、で搬送人員が485人、はい、9月現在でですね、はい、救急件数が、平成27年4980件、はい、もう間もなく5000件に到達します。あ、数字で聞くと多いですね。はい、うん、で火災件数ですね、はい、火災件数が9月で3件、平成27年中はですね46件になっております。はい、もう昨年のですね、1年間の火災件数を上回る件数になっております。はい、これね、秋に向けてどんどん空気も乾燥していきますからね、はい、ちょっと皆さんにね、燃えそうなものとかそういった発火物とかちょっと気をつけていただきたいなと思いますね。はい、はい、ありがとうございます。
そして、はい、火災件数の方はまた予防課の方からもですね、はい、後で報告があるかと思いますので、はい、これで災害件数については終わらさせていただきます。はい、あとですね、沖縄県消防指令センター、119番を受理する、119番緊急通報ですね、はい、を受理する、指令センターの方が、移設いたしました。はい、うるま市消防本部にありました指令室から、沖縄県消防指令センターということで、比謝川行政事務組合未来消防本部にある、センターの方に、移行しました。はい、10月の14日から、移設が始まってですね、はい、うるま市については10月の19日をもって、119番が二来消防本部の方に切り替わりましたので、はい、お知らせいたします。はい、じゃあ今119番お電話すると二来消防センターの方につながる、はい、沖縄県消防指令センターですね。はい、やっぱりこれだとうるま市のどこどこですっていうふうに言わないと、はい、まあ、全域を見てる、沖縄県全体を見てるということですよね。そうです。うん、まあ、前にも報告したとは思いますけれども、はい、沖縄県内の36市町村が、はい、沖縄県消防指令センターの方に119番がつながることになっております。はい、離島を含めて全てですね、まあ、沖縄県内の一部の市町村は、単独でやってるところもありますけれども、はい、ほぼ、半数がですね、半数以上がですね、うん、そちらの指令センターの方につながるということになっております。はい、でちょっと注意点だけよろしくお願いします。はい、お願いします。119番については、かかりにくいとかですね、つながりづらいとか、うん、そういったのはありません。今までと変わりませんので、はい、何か緊急なことがあれば119番をおかけください。はい、あと、災害の場所なんですが、その場所を伝えるのに注意していただきたいのが、はい、市町村名からしっかりと伝えていただきたいと思います。はい、まあ、うるま市であればうるま市あざどこどこということでですね、はい、しっかりとうるま市の方から伝えてください。はい、で、まあ、近くに何か目標物となるような建物、はい、あるいは、大型店舗等があれば、うん、そちらの方も伝えていただければと思います。はい、うん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こちらの FM うるまのある場所ですと、うるま市石川赤崎2丁目で、目印となるのが火力発電所ですとか、あの田畑ですとか、はい、あの三栄さんっていう形になると思うんですけども、そういった目印になるような建物もお伝えした方がいいということですね。そうですね、はい、その方があの場所も分かりやすいですので、はい、実際ですね、各家庭にある固定電話の方は、はい、その登録上そのポイントがですね、自宅の方に落ちるんですけれども、はい、やはり携帯電話となると、はい、基地局からの発信なので、なるほど、それを絞り込むのに、はい、やはり目標物とかそういったのが必要になりますので、はい、ぜひ目標物としっかりとお伝えください。はい、よろしくお願いいたします。また普段通らない道などでですね、急にそういった火災などを発見した場合の通報に関しましては、自動販売機に住所が書かれているものですとか、あと電柱に住所が書かれていたりとかもしますので、うん、そういったものもお伝えいただければいいですね。はい、そうですね、まあ、なるべくは一番目につく目標物となる、はい、建物とかですね、はい、お店の名称だとか、そういったのを伝えていただくと一番分かりやすいかと思います。はい、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。ちゃんと市町村名から言っていただきたいと思います。はい、福地さんどうもありがとうございます。はい、そして続いてはどちらから先に行きましょうか。はい、はいはい、か、じゃあ予防からですね、はい、平成27年秋の火災予防運動の実施についてのお知らせです。はい、はい、目的としてはですね、この運動は火災が発生しやすい時期を迎えるにあたり、火災予防志向の復旧を図り、もって火災の発生を防止し、高齢者を中心とする死者の発生を軽減させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的とし、平成27年秋の火災予防運動を、実施期間がですね、平成27年11月9日から11月15日まで、全国統一兵庫、無防備な心に火災がかくれんぼを展開します。無防備な心に火災がかくれんぼ、これが全国の統一の兵庫、放火兵庫になっております。はい、本当ですね、
何があるかわからないっていうか、一瞬のね、そういった気の緩みでそういった火災につながるかもしれませんので、ぜひとも皆さん秋ちょっとね気をつけていただきたいなというふうに思います。また命を守るポイントというのがあるようなんですけれども、はい、こちらもお願いいたします。そうですね、はい、これ住宅防火、うん、命を守る7つのポイントということでですね、はい、3つの習慣と4つの対策っていうのがあります。はい、で3つの習慣、寝た箱は絶対にやめる、うん、ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する、はい、ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す、はい、ということですね。そうですね。で対策の方がですね、逃げ遅れを防ぐために住宅用火災報知を、住宅用火災報知器を設置する、警報器、火災警報器、はい、警報器を設置するですね、はい、すいません、はい、はい、寝具、衣類等およびカーテンからの、火災を防ぐために防炎品を使用する、はい、で火災を小さいうちに、消すために住宅用消火器を設置する、うん、お年寄りや身体の不自由な人を守るために隣近所の、協力体制を作るということです。うん、まず一つなんですけども、住宅用火災警報器を設置する。アパートとかですと建てる際にそういった警報器っていうのはついてると思うんですけれども、はい、うん、一般のご家庭、一軒家ですとか、はい、ずっと以前から建てられている建物っていうのは、はい、やっぱりそういった警報器が少ないのかなというふうに思いますが、はい、こちらも結構指導をされて警報器入れてくださいねっていう活動されてるんですよね。はい、そうですね、はい、予防の方でもですね、はい、住宅用火災報知器のですね、設置をですね、うん、義務付けになっておりますので、はい、そういった広報等ですね、うん、を実施しているということですね。はい、これ例えばうちのお家ついてないかもと思われた方はご連絡していただいて実際に見ていただいたりすることもいいんですか？一般人、そうですね、まあ、電話等で問い合わせ等にはまた、はい、ちゃんとお答えします。はい、はい、なるほど。そして2つ目にですね、寝具、衣類などのカーテンからの火災を防ぐために防炎品を使用する。これはカーテンとかを見るとそういったものは書かれているものなんでしょうか？そうですね、表示が、はい、しっかりされておりますので、はい、それを使用した方がより万が一出火した場合ですね、燃えにくくなっているものですので、はい、そういうものを、使うようにしていただきたいということですね。はい、私もちょっとチェックしてみます。大丈夫かな見てみたいと思います。また火災を小さいうちに消すために住宅用消火器などを設置するということなんですけども、こういったものでもいいんでしょうか？FM ウルマも一応は置いてあるんですが、はい、こういうのでもいいですか？はい、大丈夫ですか？はい、でちゃんと普通の消火器もあるんですけれども、まず最初に第一に消火するということ で、ね、こういった家庭用の、はい、住宅用消火器なども設置をしていただきたいということです。また最後に大切なのがやっぱりね、お年寄りや体の、ね、不自由な方へ の声かけですとか、うん、ちょっと火災が発生した場合に近所の皆さんの連携というのとっても大切だなというふうに思うんですけれども、はい、こういったものを普段から連携取ってないと難しいですよね。うん、ここが一人暮らしのね、お家なのかということも分かりづらいと思いますので、普段からぜひとも、はいはい、協力体制作っていただきたいなと思います。はい、そして重要なポイント、はい、はい、お願いいたします。住宅火災による死者発生防止対策の強力な推進ということですね。はい、現在平成27年、今日現在ですね、建物火災件数が、まあ、うるま市ですね、はい、24件、うん、で、うち全焼火災が4件、はい、住宅火災による負傷者が6名と、昨年に比べ火災件数が5件増加している状況です。はい、今回の火災予防運動で防火対象物の自衛消防訓練時に合わせて立ち入り検査を行い、うん、火災件数が増加していることから周期火災予防運動の重点目標である住宅防火対策の推進、住宅用火災警報器設置のさらなる復旧活動を行っていきたいと思います。はい、自衛消防訓練というものがあるんですか？はい、うん、これはなんていうんですかね、例えば自治会からの要請があってそこで訓練をしたりとかっていうものなんでしょうか？はい、そういうのも、はい、ありますね。で
小学校とかですね、防火対象物に対してはそういった訓練を しないといけないというのがありますので、はい、そういうのを消防計画とかありまして、それにのっとって自衛消防訓練を実施するということですね。はい、結構ね、大きな企業さんですとかスーパーさんとかは年に1回とか半年に1回程度その消防訓練っていうのが行われておりまして、私たちのこの建物でも訓練行われているんですけれども、はい、自治会とかでもやっていただけると本当いいですよね。はい、うん、まず地域の皆さんからそういった火災 の消火訓練ですとか、どのように火が出てきて広がっていくかっていうようなことも実際にね目にしていただきながら、その訓練というものにね関わっていただきたいなというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、そしてまた11月9日にはイベントがあるということなんですけれども、はい、じゃあこちらは行事の方はですね、はい、自分の方からお知らせということで、はい、今回ですね11月の9日火災予防運動週間のですね開始式ということで、はい、うるま市の方ではですね第2回うるま市ふれあい消防フェスタ、はい、こちらをですね、うるま市の幼年消防クラブの皆さんにですね声をかけて今回、初めてですね、はい、まあ、1000人近く、まあ、950名の園児が参加してですね、すごい、まあ、消防の放水体験や煙体験、はい、まあ、サッカー大会もですね、一緒に行事する予定です。すごいですね、放水体験、実際にホースを、はい、実際に子供たちですね、はい、すごい、かなり好評がありまして、もう去年の3倍以上ということで、はい、まあ、子供たちがもう一斉に来るということで、またミニ消防車に乗ることもできるそうなんですけれども、はい、一応3台準備してですね、はいはい、こちらの方もまた同乗できるということで、いいですね、男の子とかもすごく楽しいんじゃないですか。とても人気がありますねえ、またサッカー大会も開催するってちょっと面白いなっていうふうに思うんですが、はい、このサッカー大会もですね、まあゴールの方に火の的をですね、はい、置いて、はい、こちらを倒すと決定ですね。すごい、まあ、そういった形でやってます。もう全てがその消火活動というか、そうですね、そういった火に対する、はい、そうですね、ことに関するイベントということですね。はいはい、面白い。とこれが全国的なね、その火災予防運動の中の一環ということだとは思うんですけれども、これなかなか珍しいですよね、こういったサッカーのイベントと組み合わせてとか、はい、やっぱり幼児期からですね、まあ、防火の心を、はい、まあ、教えるためにも、はい、まあ、そういったのをやりながらですね、ちょっと指導していこうかなと思ってですね、いいですね、はい、もう担いを見つめる子供ちですから、幼児期からちょっと防火の心を教えてあげようかなという、はい、そうですよね、はい、で実際にその子たちが消防士になるかもしれませんし、ね、また地域のねそういった協力隊に入るかもしれませんしね、はい、いや素晴らしいですね。またその全国一斉に展開される火災予防運動についてなんですけれども、皆さんが一人一人がちょっと注意することとか気にかけてほしいことなどありますでしょうか。そうですね、この火災予防運動では前にもお話したんですが、うん、まあ、全国一斉に展開される火災予防運動についてですね、うん、ご紹介したんですが、はい、まあ、なんといっても大切なことは、私たち一人一人のですね、うん、防火に対する意識を持つことですね、はい、火災に遭われた皆さんは自分の家は大丈夫、うん、家が火事になるわけないと思ってしまったりですね、はい、火事って怖いよね、気をつけなきゃと思ってしまうことが多いんですよね、うん、でも火災の起こる危険性はいつもあなたとお隣り合わせです。もちろん私ともお隣り合わせですが、はい、まあ、火災の発生原因で多いのは、うん、タバコやコンロからの火災です、はい、まあ、1分1秒でもですねコンロから目を離さないということですね、はい、もう心がけることが一番大事ですね、はい、そうですね、コンロ特にガスとかっていうふうに聞くと私もちょっと経験があるんですけども、揚げ物をする際にちょっとね水が水分がついてて投げ入れた際にちょっとバチバチっと跳ねてしまって、でその辺に例えば燃えやすいもの新聞とかがあると火が移ってしまってっていうことにつながると思います。そういった時のためにもですね、住宅用のね消火器とかあるとまた緊急にねすぐに火を消すこともできますしね、そういった対策もしながら普段からちょっと気をつけていただきたいなと思います。はい、また怖いのがタバコ。そうですね、今回もタバコの、まあ、消し忘れというか、はい、それで、まあ、火災の例もあるんで、はい、もう本当に建物火災となるともう本当に5、6分では
もう全部燃えちゃうんで、はい、財産がもう一瞬で失われるんで。そうですよね、はい、本当に怖いなと思います。以前ですね、ちょっとあの動画の方で見たことがあるんですけれども、あのタバコを吸われてて、あの灰皿に置いたつもりがそこがあのゴミ箱だったみたいで、そこから火災が発生してしまって一気に火って広がるんですよね。あっという間です。本当にそういった普段何気なく行っていることこそちょっと注意していただきたいなと思いますね。本当、寝タバコ特に気をつけていただきたいと思います。ちゃんと火をあの消す、またタバコとかですとあのちょっとお水を引いてね、その中にちゃんと火をタバコの火を ねあのつけて消火するっていうことを心がけていただきたいなと思います。本当に怖いのが建物火災って 5,6 分で全て燃え尽くしてしまう、本当 5,6 分で何ができるのかって私一瞬ちょっと考えてしまいましたけれども、本当対策があれば未然に防ぐこともできますし ねぼや程度でっていうこともあると思います。本当に皆さんいつ何時自分のお家がねあのタバコですとかコンロとかで、ね、火災になるかもしれませんので、日頃からの対策そして訓練の方もぜひとも参加をしていただきたいなというふうに思います。こちらもう一度標語の方をご紹介していただきたいんですけれども、はい、お願いいたします。最後ですね、まあ、火の取り扱いには十分注意してですね、はい、今回の全国統一標語である無防備な心に火災が隠れんぼ、うん、十分火の取り扱いには気をつけてください。はい、本当に皆さん気をつけましょう。お互いです。私も気をつけますし、皆さんもぜひとも気をつけていただきたいと思います。それではですね、あのお一人ずつラジオを聞いている皆さんにメッセージをお願いしたいんですけれども、福地さんの方からよろしいでしょうか。はい、まあ、今予防からもありましたけれども、やはりあの火の取り扱いには注意してもらいたいというのとですね、はい、やはりあの消防というのはあの備えが大事ですので、うん、常に備えに重点を置いております、はい、しかし、災害というのはいつ起こるか分かりませんので、はい、まあ、その辺ですね、災害が起きた時に、小さく済ますためにはやはり日頃のですね、うん、皆さん市民の、心がけと、はい、で、その備えがですね大事ですので、そのバックアップをするのが消防ということを分かっていただきたいなと思います、うん、はい、本当に皆さん気をつけましょう。そして玉城さんお願いします。はい、今回ですね、まあ、火災予防運動が始まるということで、まあ、あの空気も乾燥する時期で火災が起こりやすい時期に入っています。はい、十分ですね、火の取り扱いには十分注意して、まあ、住宅用警報器の設置ですね、はい、まあ、住宅用消火器も、まあ、設置してほしいなということで、はい、十分な火の取り扱いには気をつけてくださいということでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。そして名古さんお願いします。ですね、そうですね、標語にもあるようにですね、普段何気ないことでもですね、いつ何時こういったあの火災とかが発生するか分かりませんので、ん、本当に無防備な心に火災が隠れんぼということですね、あの普段から意識をしてですね、防火に対する意識を 高めてですね、あの生活していただきたいなというのがあります。そうですね、私もちょっとカーテンもう一度見直しまして、ちゃんとね防火になってるかどうか、またあの燃えやすいものをねちょっと火のそばに置いてないかどうかちょっとチェックしたいと思います。はい、秋の、火災予防運動ということで11月9日から11月15日行われております。全国の統一標語は無防備な心に火災が隠れんぼということです。本当に秋にね入りまして、皆さんあの運動会シーズンとかね、ちょっとあの忙しくしてて、ふとお弁当作りながらねちょっと席外してしまったりとねすることもあるかもしれませんけれども、場所をね火のそば離れるときは必ずガスを消していただいたりですね、コンロ消していただいて、ぜひとも火災が起きないようにご協力よろしくお願いいたします。また11月9日月曜日には第2回うるま市ふれあい消防フェスタが具志川ドームにて行われます。こちらお時間は何時からでしょうか。はい、9時から12時となっています。はい、9時からお昼12時までとなっております。園児たち950名が参加して防水体験、そしてミニ消防の方に乗ったりですとか、いろんな体験もできるそうです。ぜひね、あのご両親、お父さんお母さんなどもね、あのお仕事の都合があの許す限りですね、一緒に参加をしていただきまして、 そうですね、あのそういった防火、うん、に対しての意識をね、子どもと一緒に勉強するのもいいんじゃないかなというふうに思います。どうぞご参加の方よろしくお願いいたします。場所は具志川ドームにて11月9日月曜日午前9時からお昼12時までとなっております。どうぞ一人でも多くの皆さんにご参加いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
それではあっという間でございましたが、本日ゲストに来てくださいましたのは総務課の福地さん、そして予防課の玉城さん、名護さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではここで1曲をお届けいたします。神谷千尋さんのナンバーから冷やみ勝ち節お届けいたします。
FM うるま情報局、この番組は FM うるまの提供でお送りしております。毎週火曜日はうるま市消防本部ファイアーファイターズメッセージのコーナーです。本日お越しくださいましたのは総務課の福地さん、そして予防課の玉城さん、名護さんにお話を伺いました。11月9日月曜日、具志川ドームで第2回うるま市ふれあい消防フェスタが行われます。お時間は午前9時からお昼12時までということです。ぜひ皆さん、お時間ありましたらお越しください。よろしくお願いいたします。そして 日頃からですね、火災予防についてぜひとも一緒に学びながらですね、火災が起きないように皆様のご協力よろしくお願いいたします。はい、それではここでお天気予報をお伝えしていきたいと思います。沖縄本島中南部北部、本日は北西の風、晴れ、波の高さは2メートル、うねりを伴います。降水確率はこの後 10%、 日中の最高気温は28度の予報となっております。また明日の沖縄本島中南部北部のお天気は北の風やや強く曇り、昼前から晴れ、波の高さは2メートル、うねりを伴います。降水確率は明日お昼までが 10%、 明日お昼から深夜までは 0% の予報で、明日朝の最低気温は22度、日中の最高気温は26度の予報となっております。少しね、気温の方下がりますので、1枚多めにね、普段より1枚多めに持っていた方がいいかと思います。沖縄本島地方は高気圧に覆われて晴れています。明日はですね、沖縄本島地方で高気圧に覆われ、おおむね晴れるのですが、寒気の影響で曇る時間帯もある見込みです。沖縄地方の沿岸の海域はうねりを伴い波がやや高いでしょうということです。はい、続いて暮らしの総合行政相談所からのお知らせです。本日27日火曜日、本日は公園施設などについての相談にお答えいたします。那覇市内の公園施設の利用手続きについての相談、または施設の改修について那覇市公園管理課の職員が相談に応じます。那覇中央郵便局1階ロビー西側にあります暮らしの総合行政相談所までお気軽にお越しください。またですね、本日も電話での相談も受け付けます。電話番号は 098-836-4910、 この後1時から午後4時まで公園施設などについて、那覇市内の公園施設の利用手続きについての相談、または施設の改修について相談を受けたまわります。お気軽にお電話でも大丈夫ということですので、ご相談ください。電話番号は 098-836-4910 です。明日水曜日は行政相談、午前10時から午後4時まで、道路や福祉のことなど、国の仕事やその手続き、サービスについて困っていることなどがありましたら、お電話もしくは那覇中央郵便局1階ロビー西側にあります総合行政相談所までご相談ください。電話番号は 098-836-4910 です。はい、続いてはお知らせです。いよいよ来月となりました。11月28日土曜日、29日日曜日に行われますゆいゆいウォーク2015換金やウォーキングフェスタについてのお知らせです。事前受付がですね、11月20日金曜日までとなっておりますので、お早めにお申し込みください。こちら大人がですね、1日参加で1000円、2日参加で1500円、子ども小中高生が1日参加で100円、2日参加で200円、未就学児が無料となっておりますので、ぜひ皆さんご家族で歩いてみてはいかがでしょうか。コースの方がですね、11月28日土曜日は金町宜野座村ルートということで、会場はネイチャー未来館となっております。こちらからスタートゴールをいたします。コースは3コース、20キロコース、10キロコース、5キロコースとなっております。11月29日日曜日は与那覇半島ルートということで、会場は具志川ドームになります。
こちらはコースが4コース、30キロコース、20キロコース、10キロコース、5キロコースの4コースとなっております。詳しくはですね、インターネットをお持ちの方はゆいゆいウォークと検索をしていただきますと、そちらにコースの内容ですとか、あと出発時間、受付時間、スタート時間なども書いてあります。そして、スポーツエントリーというところでですね、お申し込みの方もできますので、インターネットをお持ちの方はぜひゆいゆいウォークと検索をしてみてください。またインターネットお持ちでない方、また詳しく聞きたいという方はですね、実行委員会がございますので、そちらの方までお問い合わせをお願いいたします。お問い合わせ先は関金湾ウォーキングフェスタ実行委員会事務局、電話番号は 098-965-5611 となっております。こちらまでお問い合わせください。また FM ウルマの前のギャラリーの方にもですね、こちらゆいゆいウォークのお申し込み書、募集要項置いてありますので、興味のある方はぜひこちらからお取りいただいても結構です。また各窓口にて受け取っていただいても大丈夫です。窓口の方がうるま市企業立地雇用推進課、こちらは石川庁舎の1階、そして金町企画課、こちらは金町役場の2階、宜野座村企画課、宜野座村役場の3階の方が窓口となっております。そちらでですね、直接お申し込みもできますし、団体受付というものはこの各窓口でお申し込みをいただいておりますので、ぜひ皆さん各窓口もしくはゆいゆいウォークとインターネットで検索をしてみてください。よろしくお願いいたします。でステージイベントもありましてですね、土曜日日曜日両日ともステージ盛り上げてくれますけれども、石田桜さんも出ますし、番長愛さんも出ます。そして神谷千尋さんも日曜日出演が決まってありますので、ぜひぜひ皆さんチェックをしていただきたいなと思います。こちらですね、ゆうゆうウォークの、Facebook ページというのがありまして、 Facebook をやっている方はですね、ぜひそちらもチェックをしていただきたいんですが、こういったステージイベントの出演者の情報などもアップをしていきますので、ぜひともご覧になっていいねということでね、押していただければ、皆さんにね、どん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 お知らせしていただければなというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではここでですね、ゆいゆいウォークのイベントに出演をしてくれます神谷千尋さんプロフィール紹介したいと思います。沖縄本島に一番近く綺麗な島、津堅島は何もないことが一番の魅力。父親は三線の師範で、母はその父が奏でる三線で歌う音楽一家に生まれた神谷千尋。また千尋の家は民宿神谷荘を営んでおり、夜ごと繰り広げられる琉球民謡の宴の中、自然と歌民謡が好きになった。叔父であり民謡歌手である神谷浩一の下で本格的に琉球民謡を習い、その才能はすぐに民謡界でも認められ、高校3年生の時に琉球民謡協会コンクールで最高賞を受賞。島唄のルーツを追求する中で、一度聴けば必ず惚れ込む歌声が話題となり、若手ナンバーワンの歌者としてこれまで数多くの作品をリリースしております。島唄を原点に新たな音楽の世界を求め、楽曲制作やライブ活動にも取り組んでおります神谷千尋さん。最近ではうるま祭りの方でもね、出演をしましたので、皆さんも知ってる方も多いと思います。その神谷千尋さんの曲を一曲お届けしたいと思います。続いてお届けする曲は浜千鳥。
FM 沼情報局、この番組は FM うるまの提供でお送りしております。先ほどお送りしました曲は神谷千尋さんのナンバーから浜千鳥お届けいたしました。はい、そしてゆいウォークに関してなんですけれども、毎週火曜日お昼2時から2時25分までゆいウォーク特別番組を放送しております。こちらはですね、事務局のともりさんもお迎えしましてお話を伺っておりますので、ぜひお時間ありましたら毎週火曜日お昼2時からゆいウォーク特別番組もお楽しみいただければと思います。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。さあ、あっという間にお別れの時間となりました。 FM ルマ情報局へのメッセージリクエストはメールアドレス 868@fm-urma.com 868@fm-urma.com、 ファクシミリは 098-965-4868 965-4868 までお送りください。またインターネットにて FM ルマスタッフブログも更新中です。ぜひこちらもご覧ください。それでは今日も皆さんにとってハッピーな一日となりますように、また明日お昼にお会いしましょう。本日のお相手は FM ルマ局長の伊波香織でした。この後も FM ルマの番組をお楽しみください。